勝利おめでとうございます。ありがとうございます。先ほどの試合、チーム全体ですね、振り返った感想をお願いします。昨日柏レイソルさんに、2対6で大敗してしまって、昨日夜ミーティングして今日は絶対勝つぞっていう気持ちでチーム一丸となって臨めたかなと思います。先ほどの試合の、個人のプレーですね、振り返った感想をお願いします。今日自分の狙いとして背後を取るっていうのと、ディフェンスの間取るっていうことを意識してて、背後も何本か取れた中で間取って自分でシュートまで持っていけたのが良かったかなと思います。次の試合に向けて一言お願いします。次は順位が決まるリーグなんで、結果にこだわって一丸となって頑張っていきたいと思います。頑張ってください。ありがとうございます。